どうもザオダのシャムです。今回ですね、前回に引き続きバリカン編の第2弾です。前回パナソニックの大きいこの黒いプロリニアバリカンかなを紹介しましたが、今回はもうちょっとこう細かい産毛だけとか、あと眉毛のこの産毛だけとかをしっかりと、ヒゲのちょっとこうはみ出たやつをしっかり揃えたいっていう、もう少し小回りの効くバリカン、トリマーっていうのがあります。はい、バリカンにもですね、大きさがありまして、でっかい結構パワーがあるものを、バリカンって言いまして、こういう小物のサイズのこう産毛だけをチュッチュッて剃るような、なんかヒゲ剃りのバリカン版みたいなやつですね、のことをトリマーと言います。トリマーと言います。で、今回はこのトリマーを紹介していきたいと思います。今回トリマーでおすすめするのが、もう先に出しちゃいますけど、こちらのパナソニックの ERPA10、 こちらもパナソニックになります。パナソニックって世界的にもバリカン有名なんですよ。アメリカのバーバースタイルとかでもわざわざ日本のパナソニックのバリカンを、輸入して使うぐらい、日本のバリカンって海外のものも使うんですけど、結構繊細に細かい、刈り上げとか、こういうもみ上げとか整えるものは結構揃ってまして、しかも丈夫で壊れにくいのと、刃が悪くなりにくいっていうので、実は結構パナソニックさんのバリカンっていろんなサイズで、眉毛からもそうですけど優秀なんですね。優秀なんです。で、このパナソニックのこのトリマーなんですけど、じゃあこれはどんな時に使うのかっていうのを説明していきます。これはですね、基本的には産毛を剃る用のトリマーになってます。一応アジャスターっていうのが、だいたいこういうトリマーっていうのはついてまして、3ミリとか6ミリぐらいまではカチャッとつけてこうやりますと、ある程度の長さまでは、これつけないと 0.8 かな、 0.8 でやって、で3ミリ6ミリっていう風に、長さ前回のものよりも細かくはできないんですが、ある程度の長さの短めはこれでいきます。これでいきます。なんで産毛だけを剃りたいとか、もう本当ここピンポイントでここしかやらないよっていう人とかだったら、これでペッペッってやるだけでいいです。ただ長さの幅は狭いのと、結構短めの長さで設定されているものが多いので、あんまり1センチ2センチとか長めのものには適さないっていうのがデメリットです。あとはやっぱちっちゃい分すごい使いやすいんですね。こうピッピッピッって入れる人が自分の生えてるところを押さえてこうやってれば、誰でもなんだろうな、こう鏡見てこういう感じですね、毛生えてるところを押さえてこうやってやっちゃえば絶対に自分の髪の毛切ることないですから。なんで産毛切るの結構簡単です。なんですけどパワーが弱いんですよ、やっぱちっちゃい分モーターが小さいんで。なんでこう大きな幅の刈り上げをする場合は時間がかかるのと、結構なかなかこう枯れてくれないんで、結構ゆっくりやらないといけないんで、ちょっと時間がかかります。あとは短めで上の長さつなげようと思うと、グラデーションで刈る人、徐々に長くなるようなカットをする人だと、結構段差がついちゃうんで、そういう場合は前回のパナソニックのプロリニアみたいにでっかいやつで長めに刈ってからの方が自然に馴染みやすいです。なんでもみあげ、産毛、ひげのこういうところのラインをこう剃るとか、あとこの眉毛もあんまりガンガン当てると皮膚傷ついてますけど、こう眉毛とかにもちょっと強めのやつもので使います。ただあんまり肌弱い人だったらやっぱちっちゃいこういう眉シェーバー使った方がいいんで、もう、眉毛の真ん中ぐらいとかあったらこうやってやっちゃえるぐらいな、結構女性だったら肌弱いんで、男性の結構太い人とか結構濃い人だとこれでパッパッていけちゃったりします。ただ薄い部分で肌弱い人は絶対的にこういうでっかいのやると肌傷つけちゃうので、プロとかだったらいいですけど、実際は眉シェーバーの優しいやつやるのをお勧めします。はい、でも一応使えなくはないです。こうヒゲとかヒゲは全然使えます。ヒゲ6ミリ3ミリだったらこれぐらいで全然いいぐらい優秀です。はい、っていう風になってます。なんで本当細かいここだけとかここだけとかを借りたい場合はこういうバリカンがおすすめかなと思います。今回も実際、使ってみてどんな感じかっていう、一応こういう感じに、これ6ミリって書いてありますけど、6ミリ、3ミリのアジャスターが、今アマゾンで調べたら、ついてました。7900円ちょいかなっていう感じの値段です。で、実際こう6ミリとかだったら結構どれくらいなのかって言いますと、6ミリ、こう買ってきますね。結構6ミリってもうこんな感じに生え癖に沿って買ってあげるだけなので、結構簡単です。6ミリって結構短いんですよね。こんな長さになってます。もう本当にちょっと短いぐらいな感じですね。
でこうちょっと生え際の毛とかはこんな感じにピッとやってあげるともう結構パワーあるんで綺麗に揃えます。もみあげとか綺麗に揃えたいなっていう場合とかはこういう感じにもう綺麗に揃うのと、もうこれ直当てするとちょっとすごい短すぎちゃうんですけど、こんな感じにものすごい短さまで刈れます。なのでヒゲとかも刈れますし、あと男性とかで腕の毛とか肌弱くない人だったらそのままピッピッとこういうところの毛とかを刈っちゃうのも正直いいかなとは。なんかツルツルになるのは嫌だけどちょっと長すぎて嫌だなとか足のすね毛とかねとかの時にも正直使えますね。なんでめちゃくちゃツルツルにしたくなくてちょっと短めで少ない感じにしたいとかっていう場合にも肌弱くない人だったらおすすめになっております。値段は7000円の後半で Amazon で販売しております。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、プロがおすすめするバリカン、クリッパー編ということでこちらのパナソニックの ERPA10 を紹介していきました。はい、こちらの方がやっぱ手軽な値段でなおかつ、こうちょっと自分でやるときに産毛だけとかのがっつり刈らない人はこれぐらいで正直いいのかなと思います。はい、買えばだけでも発注できたりとかパナソニックさんで買えるんで切れ味悪くなっても使えますし、ちょっとひげ剃りだとね長さグラデーションにしたいとかっていう場合はこういうのが1本あるとピッピッピッってね、こういろんなところに使えるんで結構便利かなと思いますね。お子さんの産毛とかこそるとか、はい、っていう感じでした。今回はまたバリカン次第3弾でいろいろどっちかというとセルフで家で、一般の方が使いたいバリカンの種類っていうのを今回説明したんですけど、今度はプロ編でガチのバーバーのバリカン編とかも紹介していきたいかなと思います。はい、またよかったらチャンネル登録頑張って、そろそろ100人ぐらい増えてきたんで登録してくれると嬉しいです。はい、いろいろご視聴ありがとうございます。